皆さんこんにちは、ケンです。はい、ということで、ね、今日はファナレーサーから新発売となったチューブレスバルブをご紹介したいと思います。実はこのチューブレスバルブにつきましては、ずっと前からですね、まあ、アンバサダーの特権で使わせていただいてたんですよ。発表前から使わせていただいて、ありがたいですね。ありがたいです。で、結構長いこと使って、装着もしてみてますので、まだ皆さん今持ってる方少ないと思います。はい、なのでこの機会にぜひ見てみてください。はい、でこれがチューブレスバルブになります。2本で、まあ、税抜き参考価格として聞いてください。だいたい1900円ぐらいです。で、素材はアルミでできてます。で、まあ一見パッと見は、まあ、どこのメーカーにでもあるようなチューブレスバルブに見えると思いますが、特徴がありまして、それをお話ししていこうと思います。結構聞いた後はおーってなるかなと思いますので、よく聞いておいてください。まずこのファナレーサーのキャップですね、バルブのキャップっていうのが、これバルブコア外しツールにもなりまして、バルブコア外しツールっていうのはここですね、ここをこうやって回すと、回す工具ですね。そうするとバルブがこうやって抜けます。で、ここからシーラント入れたりとかっていうことが、まあ、出先でもできちゃいますよっていうところですね。で、戻すときはこうやってまた締めていただければと思います。キャッププラス、バルブコアツールがついてます。で、次に特徴的な話すると、この空気の出るところ見てほしいんですけども、他社さんだと通常この、まあ、空気入れますよね。したらこの上からしか空気が抜け道がなかったんですよ。でも今回開発したファナレーサーのチューブレスバルブっていうのは、ここ見てください。4箇所、ちょっと見えますかね、4箇所に穴が開いてます。横にも穴が開いてます。で、ここにも、穴が通常通り開いてます。これどういうことかっていうと、空気を入れた時にここ1箇所だった場合、まあ、シーラントが詰まったりして空気が入らなかったりとかすることがあったんですよ。それを穴を増やすことによって、まあ、横にも出てくるもんですから、まあ、シーランド詰まりをしづらい設計となってます。で、もう一個横にあるメリットっていうのは、タイヤインサートっていうものがあるんですけど、要はタイヤインサートがこうやって当たってたとしても横に空気の抜け道があるので、インサートをつけた状態でも空気が入れやすいっていうところも考えられてます。ちょっとつけてみたいと思うんですけど、つけるときも結構便利なんですよね。まあ、通常のバルブっていうのはこうやってね、下にこうやって差し込んで、こういうふうにズレ防止のナットをこうやってくっつける、こう押さえながら手でくっつけるっていうのが一般的でした。で、ここに抜け道は1個しかないと。で、シーランド詰まりとかも起こしてたと、いうところなんですけど、じゃあパナレーサーの場合どうなんでしょうっていうところなんですね。まずチューブレスバルブこう刺しますよね。で、ここをオーリング入れて押さえ込みのナットを入れる。まあ、どのチューブレスバルブも一緒ですよね。ここまでは一緒なんですよ。見てください。実はここの一番大きい穴の部分っていうのが、気づいてる方いるか分かんないですけど、六角の形してます。どういうことやねんって話なんだけど、普通はなんか六角の形なんかないんですよ。でもファナレーサーはアルミ製で六角の形します。 4mm のアーレンキーがこうやって刺さります。こうやってね、外せばいいので結構楽なんですよね。これがファナレーサーの新商品であるチューブレスバルブ。はい、ということでね、ファナレーサーのチューブレスバルブの紹介でした。まあ、チューブレスバルブはね、そんなに交換するものでもないので、今後今からチューブレス化しようかなっていう思ってる方は、ぜひ使い勝手のいいファナレーサーのチューブレスバルブご購入の方よろしくお願いします。じゃあ今日はね、新商品の紹介でした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。